女優になったきっかけを教えてください。もうだいぶ前のことでしたけど、はい、私は中国ではもともと新体操のナチュラルチームの選手でした、はい、でもその新体操の選手になる前に、自分の夢はやはり女優になりたかったんですね、ただ母親の反対で中国ではなかなか実現できなくて、日本にもうその20年前に日本に来たんですよ。私が20年前ですか。そうですね、はい、ちょっと年バレちゃうかもしれない、はい、日本に来て日系で演劇の勉強をして、あ、日本大学の芸術学部で、はい、はい、そうですね、その後沢井にも松竹の映画ラブレーターのヒロインに選ばれて、はい、女優をデビューしたんですけど、ご存知ですか、浅田二郎先生の原作、はい、ラブレーター、はいはい、すごくいい作品でしたが、はい、自分も原作を読んで本当に感動したし、まさかそのヒロインに選ばれることを夢にも思わなかったので、はい、それで中井貴一さんの相手として、はい、女優デビューしたんです。そうですか、はい、選ばれたっていうのはオーディションか何か応募されてたんですか。はい、そうですね、はい、あ、そうですか、はい、でごめんなさい、私そのラブレターっていう作品まだ拝見してないんですが、はい、中国に関係するお話なんですか。そうですね、中国の女性が、うん、まあ、偽装結婚して、はい、日本の男性と偽装結婚したんですけど、でも本当にその男性を愛してしまって、ただ知るまでには一度しか会ったことないから、その片思い、本当に最後のその残した手紙に全部自分の気持ちを伝えたんですけど、その手紙の朗読のシーンは9分間もあって、すごく感動できてした、はい、そうですか、はい、その初めての日本の映画ということで、セリフももちろん全部日本語でしたか。はい、そうですね、でそのなんて言うんでしょう、そのセリフを暗記したりとか、はい、あと共演の方が皆さん日本人ですよね、スタッフも日本人。そうですね、うん、その映画も本当に森崎監督の作品でしたが、はい、中井貴一さんをはじめ熱心八さんとか倍賞光子さんとか、はい、もう本当に大物のベテランの俳優ばっかりでしたので、私はその中でね出演させていただいて本当に緊張でした。とにかく楽屋にいるだけでもなんか緊張してますので、早く逆にカメラ前に立ちたいんですよね、はい、でもね、みんなと一緒に仕事できて、いろんな勉強できたし、最高の幸せでした、そうですね、はい、そんな素晴らしい映画だということなので、ぜひね、私も拝見させていただきたいと思います。はい、ぜひ見てください、はい、ありがとうございますさあ、それでなんですが、20年前に日本にいらっしゃったということで、はい、きっかけというか、いろんなアメリカとかいろんな国もありますが、どうして日本に、はい、日本を選んでくださったんでしょうか。あ、そうですね、うん、よく聞かれます、実はうちの姉、日本の方と結婚して20年前にも日本に来たんですね。あ、そうなんですか、はい、私はちょうど新体操選手引退して、南京の大学に入る前に、その学校の休みをこう利用して日本遊びに来たんです、出会いに来たんですけど、でちょうどその頃は中国の若者みんな外国へ行くの、波があって、はい、その波に乗ってなんか外国に来たような感じだけど、でせっかく日本来たから、姉もそのまま残して留学したらどうですかって、その軽くこうなんか言われたんですけど、私もいいですよって軽く答えてそのまま日本に残したの。だから当時何も荷物持ってこなかったし、言葉も何も喋れなかった、アイウェオから勉強して、あ、はい、言葉は何もできなくって、こちらにいらして、そうです、日本語を、はい、あ、そうですか、もう観光ビザから留学生ビザになっちゃってそうなんです、はい、じゃあ初めからじゃあ日大芸術学部ではなくて
って、はい、最初はどこで勉強されたんですか？そうですね、最初はもう本当に普通の留学生みたいのに日本語学校に入りたかったんですが、はい、それも観光ビザだから留学生としてあのダメでしたね。それであの仕方なくてあの私の特技がやっぱり新体操でしたので、あの日本女子体育大学の新体操研究生として留学して、そこで2年間の研究生、はい、として勉強した後、またあのやっぱり日本来てから自分好きなことをやらないといけないと思って、それで日系の試験を受けたんです。あ、そうだったんですか。はい。はい、それでですね、では日本のテレビや映画あの出演のきっかけというのは、そのラブレターのオーディションからだったんですか？そうですね、はい。で、その後はどのようなお仕事をされたんでしょうか、女優として？そうですね、あの、まあ、女優として本当にいろんなそういう役を、まあ、あの挑戦したい気持ちがいっぱいですけど、うん、でもなんかラブレターでいきなりなんかヒロインとしてデビューしたら逆に役がなんかあの普通の役は来なくなっちゃって、仕事があの事務所も結構あの厳しかったんですけど、あのね、あの自分のイメージに合わない役は断ったりとかしてたので、あのでその主演から普通の例えばエキストラみたいな役もやっちゃいけないでしょ事務所的には。あ、そうですね、イメージありますからね。そうですね、逆に仕事が少ないので、でも私は実はその日本に来て女優になる前にはあのいろいろその民間の日中文化交流の活動を積極的にあの取り込んでたので、あの例えば中国の民族舞踊はい、踊ったりとか、あのその日本の佐渡を学んだりとか、はい、だから、あのいろんなその日本の方と交流して、自分は例えばその中国の顕微機構もできるので、日本の皆さんに顕微機構を教えたりとか、皆さんから逆にいろいろことをあの教わっていただいたとか、そういう交流はずっと何年間続いて、それはすごく好きだなと思って。でもあの多分その在日の中国人みんないろんな方法であの、まあ、いろんな形でその日中の文化交流を活動を行っていると思うけど、自分が何ができるかなってずっと考えてたの、でせっかくそのラブレターその、まあ、出演して、あのその時私も映画館であの一緒にあのお客さんと映画見て、最後そのみんな本当に感動して涙出たのね、あそれであ映像の力で大きいなと思って、あの自分もふと思いついて、あ私はやはりその映像を通じて何かその日本に来て皆さんに親切にしていただいたこととか、日本の思いとか、またその中国の皆さんに伝えたい気持ちとか、なんかその映像を通じて日中文化交流できたらいいなと思って、それで自分 の会社を作ったんですけど。あ、そうですか。株式会社ムーランプロモーションですか。はい、その株式会社ムーランプロモーションについて、このあの起業家としてのお話はまた後ほど詳しく伺いたいと思いますので、はい、ではあのそのムーランプロモーションは、はい、あの女優以外にもあのどういったビジネスになるんでしょうか？はい、あの女優活動は全然その会社と関係ないですけど、やっぱりその、まあ、さっきの話に戻るんですが、その女優の仕事が日本では、あの、まあ、限られてるから、自分もその好きな日中文化交流を一生懸命あの関わって、それでそのムーランでは主にその日中のあの民間の文化交流やイベント、また映像制作とか、まあ日中の合作ドラマのその協力と制作に関わってあのやってます。あ、はい、そうですか、はいはい、そういう仕事が本当に逆に表じゃなくて裏方の一員として、あの自分で企画を考えたりとか、はい、あのプロデュースあのしてやってます。あ、そうですか。楽しくやってます。はい